この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、UEFA、ヨーロッパリーググループステージ第3節で、日本代表ミッドフィルダーの遠藤航が所属するリバプールはホームでトゥールーズと対戦し、5対1で勝利した。その中でも先発出場の遠藤は前半30分に移籍後初ゴールを決めた。アレクサンダー・アーノルドからのクロスに相手選手を背負いながら頭で合わせた。ダルウィン・ヌニエス、ライアン・フラーフェンベルフ、モハメド・サラーと、リバプールの猛者が次々と得点を決めていく中で、遠藤も勝利に大きく貢献した。この遠藤の活躍に地元紙をはじめ、指揮官のユルゲン・クロップ、そしてエースのモハメド・サラーも遠藤のことを称賛している。リーグ戦ではなかなかスタメンを飾ることができていなかった遠藤だが、ヨーロッパリーグでは3試合連続でスタメンに名を連ねている。定位置確保に向けてアピールをしたい遠藤はこの試合で躍動した。好パフォーマンスを見せた遠藤は地元紙、リバプールエコでフォワードのダルウィン・ヌニエスとミッドフィルダーのライアン・グラフェンベルフと並び、チーム最多の8点をつけ、評価している。渡る遠藤への懸念が和らいだことで、クロップがタイムリーに新たなオプションを発掘した、と見出しを打ち、遠藤が一歩前進と活躍を称えている。記事では、観衆も30歳の彼に何度もチャントを熱唱した。遠藤は最後までピッチに立ち、最後の瞬間まで自陣で相手の猛攻を蹴散らし続けた。彼は適応と改善を示し続けており、その結果、自信も深めている、と、遠藤にとって大きな収穫となったことを強調している。ポジショニングも配球も常に的確で、ヘディングでチームの2点目を決める前からすでに印象的だった。ピッチをうまく使い、心強いプレーだった、と高評価。熾烈なポジション争いに挑んでいる遠藤だが、この一戦が今後の戦いに向けたアピールとなったことは確かだろう。イギリスの公共放送、BBC が喜びのコメントを伝えている。56歳のドイツ人指揮官クロップは、TNT スポーツのインタビューに応じ、ほとんどの時間、私たちは完全にコントロールしていた。良いゴールを決めて、誰も怪我をしなかった。完璧な夜だと振り返る。日本代表ミッドフィルダーの活躍ぶりを、クロップ監督は、彼は本当に強かった。と称賛。遠藤は前に所属してたシュツットガルトでも信じられないようなゴールを決めていた。本当に良いプレーをしたし、ラインを破るパスを出していた。彼にとっては、上場の次のステップになった。と述べた。リバプールのエースで、この試合でも得点を決めたエジプト代表フォワードのモハメド・サラーも遠藤のパフォーマンスについて、今日の試合で遠藤は私たちを助けてくれた。ポジショニングも配球も常に的確で、2点目に向かう前からすでに印象的だった。ピッチをうまく使っていた。勇気づけられるプレーだったと思う。と称賛した上で、遠藤が決めたクロスからのヘディングについても、何よりも今日は遠藤が自身で得点を決めることができたのは最高だ。アーノルドが上げたスピードのある難しいクロスにうまく合わせていた。あれは見事だった。と称賛していた。そして遠藤自身はヘディングが決まった時、ゴールに入ったと思った。そう振り返る。当たってボールを見た瞬間、もうサイドネットの方に行っていたし、ゴールキーパーが全然動いていなかったので、入ったなと。すごくボールが良かったし、先にディフェンダーの前に入ってくれたタイミングが良かった。リバプールでの初得点は貴重な勝ち越し点に、大量得点につながるゴールで先発起用したクロップ監督の期待に応えた。駆け寄ったチームメートに囲まれ、ゴール裏には遠藤コールが響いた。点を取れるとファンからの見られ方も変わるし、1点取るだけでも遠藤良かったねとなる。あまり気にしてないが、ゴールやアシストで貢献することも自分にとってはテーマだった。ゴールがついてくるとさらに怖い選手になっていくので、そこは求めていきたい。リバプールのサッカーも少しずつ理解してきているので、今日の勝利はすごく自分にとって大きい。周りも自分を見てくれるようになった。信頼を勝ち取り、中盤中央で構える遠藤の足元にたびたびパスが入った。最終ラインと前線をリンクさせる役割をこなしながら、ボールを受けスムーズに体を反転させては縦パスを連発。左サイドで相手をかわし裏へ抜ける味方へ好パスを送るなど、組み立てにも顔を出し、
後半クプンには自らエリア内に持ち込んでシュートを放った。リバプールのプレースタイル的にやっぱり前へ前へ出る、とにかくゴールに向かっていくプレーをファンは求めている、求められているプレーだし、自分もさらに成長できる部分ではあると思います。攻守に手応えを感じる一方でどこか冷静な自分もいる。得点にも派手な喜びは見せず、試合後も淡々と自身のプレーを振り返った。その視線は初ゴールや周囲の賛辞を超えた先にある。これが普通というか、リバプールにいる選手としては最低限やらなきゃいけない仕事という感覚の方が強い。今日みたいなパフォーマンスは当たり前にやらなければいけない。日本代表もワールドカップで優勝を目指すようなチームになってきているし、他の選手たちも海外ですごく活躍している。僕は代表のキャプテンをやらせてもらっていて、やっぱりキャプテンはトップトップのチームで普通に先発でやってるくらいじゃないとワールドカップ優勝はできない。自分がこのチームで活躍することで他の選手にいい意味で刺激を与えられると思っているし、これから出てくる若い選手を含め、遠藤がリバプールでやっているというのは日本人の未来にもつながると思う。そう語る遠藤の後ろをクロップ監督が嬉しそうに眺めながら通り過ぎていった。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょう。カップ戦要因とは少し序列が低い時に言う言葉ではあるが、前線のラインナップを見るにリバプールはヨーロッパリーグの優勝も目指しているし、そのスカッドの中でアンカー先発フル出場なのはリーグ戦での貢献も期待されてのことだとは思うから、なんとか信頼を勝ち取ってもらいたい。遠藤にとって本当に素晴らしいゲームだった。ブライトンと並行して見ていたけど、途中からリバプールの試合に釘付けになっていた。ゴール以外でも要所で潰れ役となり、足元にボールが入った時にはバシバシ縦パスを通していた。これからも頑張ってほしい。他でもない遠藤選手自身が並大抵の挑戦ではないことを感じているのではないでしょうか。それでも卑屈になることはなく、自分を客観的に捉え、かつ高い目標意識を持ち挑戦しているのは本当に尊敬します。ついに僕らの代表のキャプテンがゴールを決めてみせました。相手が普段のリーグレベルと比較すると少し劣るところはありましたが、それでも必要な場面でしっかりと結果を残してみせた遠藤は素晴らしいと思います。このまま順調に結果を積み重ねてほしいですね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。